皆さんこんにちは、こんばんは、アレオでございます。本日は2月の12日でございます。皆さんもお気づきの通り、タイトルでわかると思うんですけども、ちょうど1ヶ月後3月の12日をもって即興踊り子で使われている185系が、引退いたしますが、その引退車両です。引退車両っておかしいな、特急踊り子の最終185系の、最終電車ですね。定期運用から離脱ということで、一応臨時ではちょっとね、ちょこちょこやるようなんですけども、まあそんな長くはしないと思いますが、とにかく、定期運用で特急踊り子としてね、定期運用でやっている最後の電車、特急踊り子16号ですね。伊豆急下田から東京行きの、最後の電車なんですけども、見てください。わかるかな、完全にもうこのちょうど1ヶ月前なんですけども、多分十字打ちで、もう普通車もグリーン車も、全て満席ということになりました。まあ当たり前というか、もうね、目に見えてたというか、まあどうせそうだろうなと思いまして、まあ、僕は眺めてるだけで見てたんですけども、でこの特急踊り子というのはこちら、これも3月12日で、廃止されます。自由席というのがあります。この自由席はですね、普通にね、買えば乗れちゃうんですけど、果たして当日にこの自由席が一体どのぐらい混み合ってるのかっていうところになるんですよね。どうせなら僕もね、正直乗りたいんですけど、この自由席に品川から東京でもいいんですよ、乗りたいんですけど、これは同じことを考えてる人が多いんじゃないかなと思ってね、正直ぎゅうぎゅう混みの、もうすごい通勤電車、満員電車よりも満員なんじゃないかっていうぐらいに混み合ってそうな気がせならないんですよね。ちょっとね、見には行きますけど、ちょっと乗れるか乗れないかは分からないですが、どんなものなのかっていうのはちょっと見てみようかなと思います。ちょっと興味本位でね、はい。まあ、自由席がどんなものなのかなっていうことと、本当の最終電車ですね、185系としての、定期運用の本当の最終電車、東京をですね、何時だったかな、23時の30分に出る、湘南ライナー17号というのが、本当の185系の最後の列車となります。そう、湘南ライナーです。まあライナー系としても最後ですね。ライナーもね、3月12日をもって、廃止されますので、ライナーとしても最後であり、185系としても、最後ということになります。23時30分小田原駅に着くのが、12時日をまたいで45分です。この列車もまたとんでもないことになってるんじゃないかなと思います。一応ね、ホームライナー券はまあそれもすぐ売り切れるだろうけど、問題はグリーン車なんですよ。今度は普通グリーン車、こっちがまた自由席ですから、これもまたどうなることやらなっていうところですよね。特急踊り子の自由席とこの湘南ライナーのグリーン車の自由席が、とんでもないことになってんじゃないかな。本当はね、正直湘南ライナーのグリーン車にはね、狙って乗りたいんですよ。この時間帯だったらね、なんとかね、仕事終わらせてね、東京駅でね、並ぶっていうか、こう待機というか、そういうことをすれば確実に多分座れるはずなんですよ。僕別にね、その後ね、何か用事があるわけでもないし、ね、どうせ乗れるんだったらいつでも全然待つことはできます。まあそのぐらいはできるんですけど、まあこれもまたどうなるのかなっていうところではございます。まあ別にこれも乗れなかったら仕方ないって感じですけども、はい。ということでね、ついに1ヶ月を切りましてですね、185系引退の、動きがもうどんどんこのようにしてね、目に見えてくるようになってまいりました。185系、今ではね、結構臨時号も出してるんですよ、この、1ヶ月の間にですね。2月14日にですね、ちょっと一箱に乗ろうと思っているんですけども、それでもね、臨時号が結構出てたりします。アビコ行きの特急だったりとかね、まあ、そういうのが出てたりするんで、ちょこちょここの1ヶ月の間では185系に乗る機会はいつでもありますので、ホームライナーとかまだ1ヶ月は走ってますし、だからまあ皆さんに何が言いたいかっていうと、まあこの当日ってすごい大事ですよね。引退日、これのね、この最後の電車乗りたいんだ、すごい気持ち分かりますけれどもね、車内放送とかが違ったりとかするんですよ。そういう時に車掌さんがね、わざわざね、肉声音声でね、本当に最後まで、踊り子を愛してくださりみたいな、なんかそういう放送を多分するんだ、特殊な放送をするんだと思うんですけども、まあそれも聞いてみたいし、最後の電車ってことで乗ってみたいでもあるんですけども、そもそもそのね、もう人が多すぎてね、185系にね乗ったのに、なんか最初で最後が最後の電車っていうのは、やっぱりちょっとね、あまり思い出に残らないと思うんで、残るかもしれないんですけど、乗った気にはならないじゃないですか。
だからこの1ヶ月の間に185系に臨時便も出てるので、この最終日とかじゃなくて1回も乗ったことがない人はこれこの1ヶ月の間にぜひちょっと一度でも乗ってみてください。もうその最終日の電車じゃなくて他の日の185系に乗ってみてください。はい、そうでないとやっぱね、せっかくね185系に乗ったっていうのにこんなぎゅうぎゅう詰めかよっていうので終わらせたくはないと思うんで、しっかりとこう終わりというかなんていうかな、きちんとね旅をするというか、そういったね185系に乗るっていう体験をこの1ヶ月の間に皆さん済ませてほしいなと、思います。私もねこの1ヶ月185件乗れる機会が本当にあったらねとことん乗り尽くそうかなと、そう思ってるぐらいなんですよね。結構乗ってきたんですよ私も。でもまだまだ もう乗り足りないというか、もっと乗ってたい、もっと乗りたいっていう思えるそういう車両なので、皆さんにはぜひね185件にぜひともね乗れる機会がありましたらもう躊躇なく乗りに行ってください。最終日にもう怒涛に押しかけるっていうのはもうこれを見てもうすぐ分かると思います。もうこの1ヶ月前でこれですから、じゃあ自由席もとんでもないことになるっていうことぐらいもう目に見えてるので、これに期待をするんではなくて、本当に定期運用の電車にね、今走ってるこの期間の間にぜひ乗りに行ってみてください。それだけをお伝えしたいなと思い、ちょうど1ヶ月を切ったということで、ちょっとねお伝えしておきたいなと思いました。鉄道ファン皆さんね、185系誰しもが鉄道ファンの人は知ってる、車両となります。で引退するということも分かっております。だからこその、こういったねことをね、伝えておきたいなと思ってるんですけども、はい、何度もちょっと同じことを言うようですけども、はい、後悔のないように、引退したらもう二度と戻ってはこれません。廃車してね、潰されてしまって元も来ないもなく、なくなってしまう車両がたくさん出てきておりますから、後悔なんかしないように、人生をね、まあいろいろ生き方は人それぞれですけども、人それぞれとはいえ後悔だけはねしたくないと思いますので、どんな人間も、それだけはねしないような人生を、レールの上をね走らせて、生きていく言ってほしいなと思います。偉そうなこと言ってすいません。鉄道ファンになってからねそういう感じにね感情になったというか、後悔ばかりしてきたんですよ。子供の頃ね特急草津号の185系がねサクサク線沿線に住んでたんですけど、もうその時に行ったり来たりしてて、あ子供の頃にいいなあ185系かっこいいなと思ったけど、一度も草津号の185に乗ったことないんですよ。大人になってお金ができた、よし乗ろう6号1系になってますって185系がその後ね現れることもなかったんですよね。まあそういったね後悔をね今でも思ってますし、それも何年も前の話ですよ。そういうこともありますので、やっぱりね後悔って嫌だなっていうことをその頃にね思いましたので、乗れる時は乗る、引退する前にとことん楽しむってことを本当に学びましたね。これはね鉄道関係じゃなくても、僕アイドルとか推してるんですけど、卒業したらね引退したりとかしたらもうね二度と会えない、あの時チェキとか取っときゃよかったとかね、そういう気持ちになるのは、鉄道ファンもアイドルファンもどんな、その趣味を持ってる人も同じだと思うので、何度も言うようですが、後悔のしないような、生き方をしてほしいなと思います。それはもう僕自身にも言えることなんですけども、そんな感じでね、長々とすいません、185系の引退まであと1ヶ月、最後までね185系を、応援して、最後にねきちんとみんなで見送れたらいいなと思います。はい、そんな感じでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。